いや、ホギースタッフ。ということで、今日ご紹介するのはこちら。マーベル、アイアンマン、レジェンズ、マスクでございます。アイアンマンのマスクでございます。ハサミ。ハサミ。ということで、ハサミがゲットできたので、開けていきたいと思う。さあ、1万5000円。おお、おお、すごい、すごい。いやもう熱い、熱い。ダメだ。助けて。Help me, help me。あ、熱い。助かった。うわー、すげー。やっとだ。さあ取り出します。すごい。すごい、うわ重たい、すごい、これはすごいぞ。あ、軽いな。でもえ、これマジすげえ、これマジですごい、やべえ。うーわすげえ。あー、うーわでかい、でかい。こんな感じね。うわすごい。あーすごい。なんかもうちょっとね鉄っぽいかなって思ったんですけど、意外とそうでもないですね。なんかすごい。でもえ、なんかもうなんか、あ、これはあれだわ。よかった、パーツ取れたと思ったら俺のこっちのこれだった。俺のパーツだった。え、すごい、いけるかな。うわー、いけた、すげえ。え、どうなってるか全然わかんないけど、なに、びっくり。マグネットだ、マグネット式でございます。全部磁石ですね。ここが磁石になってます。後でちょっと僕メインじゃなくてね、これメインでちゃんと行きたいんですけども、なんかヘルメットみたいだね普通に。やっぱ体がね、全身タイツでこう流極線状になってて、シャツ着てるといえどもね、やっぱりメカニック系じゃないとこれだけじゃ似合わないって話ですね。すげえ。あ、ボイス機能ある。電池入れてみよう。さあということで電池をね今入れました。説明書ちょっと読みました。後でこのレビューします。まずこの状態だと何もならないですね。このねマスクの前が大事。いきますよ。びっくりしますよマジで。すげえ。え、すごい、めっちゃ光ってるでしょ目。これだけ、これだけかな。音声はないのかな。多分なんか多分あると思うんだけどな。多分あると思うんですよね。あ、これで光量が弱くなる。これだけかな。これだけかな。これだけこれだけかな。でもすごい、あの被った状態でのこの視線というか、見たここから見るものがもうマジですごい。でもこれだけかな。ちょっと物足りない感あるけどな。うん、でもすげえやすげえやマジで。これは楽しめるわ。全部作りたくなるね。あ、なんか顎も前に出るみたい。どうやるんだろう。あ、怖い。図を見てるとね、結構調節ができるみたいなんですよね。まあまあ、ちょっともう僕はいいんで、あとはレビューして見ていきましょう。はい、ということで画面の方を戻しまして、レビューしていきたいんですが、まず箱の大きさですね。過去に昔紹介したことある、こちら。スターウォーズのボイスチェンジャーカイロレンのね、ブラックシリーズ、こちらのマスクなんですけども、箱がね、まあ、似たような大きさになっております。高さはほとんど一緒で、横とかもね、まあ、ほとんど大差ないぐらい。ちょっとやっぱアイアンマンの方が大きいかなって感じしますね。アメリカンサイズ、すごく。で、裏面とかの表記がね、結構似てますね。うん、こんな感じだよ、みたいな感じで。
開くよって。僕ね、これこうやってプシューって開く式だと思ったら、マグネットで取り外し式だったんですね。さあ、そして本体見ていきたいと思いますが、最初に説明書でございます。こちら、ハスブロさんですね。ハスブロさん。はい。レジェンズシリーズ。はい。もう一個ね、キャプテンアメリカのシールドも、盾もあったんですけども、ちょっとね、実際、おもちゃショーで実物見たときに、いまいちかなと思って、諦めました。やっぱちょっと金銭的な問題がありまして、諦めました。盾だけだったような気がするのでね。アイアンマンはなんか音も鳴る的な感じだったので買ったんで正解でしたね。で、裏面の説明がこのような感じになってます。はい。これでサイズがアジャストメント。アジャストメント。これ変えれるよとアジャスターということで、大きさ変えれるよっていうことですね。で、2、こちら。顎も前に出せると後ろにも出せる。そして3。to attach and わかんねえ。フェイスプレート。わかんねえ。全然読めねえ。マジで。あ、ここでアタッチして音が鳴るようになるよ。磁石ですよ。っていうことですね。うん。で、取り外すときも音が鳴るよって。つけたときも音が鳴って、取り外したときも音が鳴るよってことですね。で、下、オペレーション。ということで、こちら、目が光、下のね、ボタンを押すと目が光るよと。で、光量、段階があるよってことですね。光の段階があるよってことですね。さあ、それでは、もう一度登場していただきましょう。アイアンマンさんでございます。ドーン、でかい。マジででかいっす。本当にでかいっす。で、まあ、でかさ、比べるためにも、カイロレンね、ちょうど一応ありますので、比較してみると、こんな感じ。まあ、カイロレンもめちゃくちゃでかいけどね。めちゃくちゃでかいっすけど、やっぱアメリカンサイズなんですかね。なんとなく、僕がやっぱさっき被った感じはやっぱちょっとでかいっすよね。うん。まあ、多分これが、レプリカモデルなんで、1分の1なんでね。これがプロップってことなんですかね。本編仕様っていうことですかね。はい。さあ、それでは見ていきたいと思います。近くでね、見るとこんな感じ。ツヤいいですよね。で、これがね、多分アジャスターになってるっていう部分ですよね。ここが多分ちょっと外れるよっていうことで。ここにね、はめ込む形になりますね。こういうやっぱちょっと音聞くと、なんか全然安っぽい感じしますよね。安っぽいというかパーツがね、軽い感じがしますよね。FRP なのかなって感じ。これちょっとうまくはめれないんですよね。なんか難しい。怖い。これ以上はめるとなんかなっちゃいそう。もうだってすでにね、元からか今僕がやったかわかんないですけど、ここちょっと剥げてしまってる。塗装がね、スレもついてますし。結構傷つきやすいですね。はい。で、そして、あ、なんだこれ。テープついてた。めっちゃ汚れてる。あとで綺麗にしよう。顎の部分はそのまんまスライドなんですね。前のこの顔の部分を外して、そのままスライドで、うわぁ、すごい。メカメカしいですね。動きが、こっちとこっちに動きますね。で、このように、普通に、スライドで戻すと。で、今撮ったから音が鳴ったんですけども、ここをね、こうしたから音が鳴ったわけじゃないです。はい。で、これで、顎大きく、すごい、入れるよってことなのかな。両方とも合わせれますって感じですね。中のね、ここら辺のアジャスターとかも、自分の頭の大きさに合わせることができますね。うん。そして、じゃあ、今さっきのね、一番この本機の目玉の機能ですね。はい。ここに、電池が、ここにね、電池が、単4が3本。で、ここにボタンがあって、これをね、押すと電源が入るみたいです。光量ボタンっていう感じですね。で、ここの端子、ここの接続端子があって、これが繋がると、他の部分が全部マグネットになってますのでね、この光ってる部分マグネットですので、このように、こっちの向きから、はめると、こんな感じでね、はい、目が光るよと。で、ボタンを押すと、光が、このように。変わっていくよって感じですね。近くで見ると。うん。だからこれだけですね。取り外しの着脱音と目の光量が変われるよ。変わるよっていう。その機能のみです。じゃあちょっと暗くして見ていきましょう。すげえ。めっちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗ですね。え、ボタンがどこ？あった。
おー すごい。いや、撮ってない撮ってない撮ってないよ。おー、電気つけます。はい、ということで皆さんにもね、中からちょっと見てもらいたいと思います。いやー、ちょっとわかりづらい。いきますよ。こんな感じで光るんですね。ちょっと見づらいですね。下が明るいんで。ただ、本当に、肉眼でね、目で確認すると、すっごい綺麗です。本当に。中から見ると。これはもうマジでアイアンマンになったって思いますね。はい、ということで今日ご紹介したのは、こちら、マーベルのハスブロさんから出ています、レジェンズシリーズの、アイアンマンのマスク、エレクトロニックヘルメットでございました。すごいですね、本当に。15,000円の価値はあると思います。それでは、また明日。